台湾の宗教では、現在の台湾での宗教の外教を説明する。台湾の宗教は、中華民国憲法により、宗教の自由が認められ、各宗教は平等であると規定されている。布教活動も自由であり、政府と宗教の間には関係は存在していない。2009年の台湾政府内政部の統計報告によれば、仏教、道教、キリスト教が主流を占めており、 それ以外に感動やイスラム教、バハイ教、日本を発祥とする宗教団体などの信者も存在している。2003年の米国国務省が発表した世界の宗教の自由に関する報告の中で台湾の二大宗教として仏教と同教を掲示し、仏教徒が約548万人、同教徒が454万人と推計している。しかしこの報告書では、 民間信仰を同教に区分したり、また仏教と同教双方に参入される場合もあり、その信徒数は重複しているものと考えられる。中央研究院社会学研究所が2009年に実施した社会変遷基本調査によれば、42.8%の人が現在の宗教信仰の対象を民間信仰であると回答している。 人類学者の五十嵐雅子によると、ごく一般の人々の宗教認識の中心にあるのは、決して道教や仏教といった体系だった宗教などではなく、現世歴的な発想を強く持った信仰パターンが、台湾の人々の宗教に対する感覚であるという。道教の五夫マソ道教は、漢民族の伝統宗教であり、清新末から秋代にかけて、中国大陸全土に広まり、 南方の小一教と北方の全身教の2、大流派が形成された。台湾の道教は南方系の小一教であり、五府や呪文の宗教儀式を重視した内容となっている。台湾の道教は新朝統治時代、日本統治時代を経て、現代に至る間に大きな発展を遂げている。聖一道正一派、父派が仏教と融合し世俗化した復建道教の、 両山派が台湾における主要な道教信仰となっている。1980年代以前、還元仏教が地積見、隠順、準、制限などの物資により発展を遂げる以前は、小一派、両山派が台湾の主要な宗教であった。1980年代の仏教の流星と相対的な道教の衰退が見られたが、多くの宗教儀式を行い、タブーを決定するなど、 生活の中に影響を与え、行天宮に代表される病も台湾内に数多く混流されている。他の文化と同様に、中華人民共和国では、廃れてしまった同郷系の祭礼儀式が今なお数多く残存している。旧暦の3月23日に行われるマソの誕生祭や、一週間にわたって街を練り歩き、 数千万円相当の木造船を焼却する5月10日の大船祭り、旧暦7月15日の中元節や旧暦10月22日の青山王の誕生祭などが毎年華やかに催される。特に大高珍の鎮乱宮と新興郷の法天宮とを往復する大高、マソの巡行は台湾で最大規模の宗教活動である。また、占いや祈祷を行う。 おばや、どう、も健在であり、マソの誕生祭をはじめとする各種宗教儀礼に参加している。葬儀や婚礼も大掛かりであり、特に葬儀では学体による行進が行われる場合もある。仏教や儒教と集合しており、観音菩薩が観音病に祀られたり、儒家の創始者である、孔子像が文章帝君と並んで文章病で祀られることも少なくない。 カトリックは天主教、プロテスタントはキリスト教と看護表記される。台湾にキリスト教が伝わったのは17世紀初頭にスペインとオランダが原住民に宣教したのが最初であり、以降は欧米の宣教師によって本省人や原住民の間で改修が進み、中でも長老派教会が最も多く信徒を獲得した。現在の最大の教派は 台湾キリスト長老教会である。17世紀のオランダ統治時代、1624年、オランダ東インド会社が上陸するのに合わせて、キリスト教の宣教が開始された。やがてイギリスの熱心な宣教活動によって、本省人や原住民の間ではプロテスタントへの改修が多くなった。また、台湾の長老派教会は、反中であるとともに、 台湾独立運動に熱心であり、台湾語の白ワー表記を成立させたり、1971年に発表した国是声明では、台湾の将来は台湾人が決めるとしている。1626年スペインが台湾北部に上陸すると、カトリックの戦況が開始されたものの、当時台湾南部を統治していたオランダがスペインを排除したため、カトリック不況は停止された。 天津条約締結後、1859年、ドミニコ会のスペイン人宣教師がフィリピンから高尾に上陸したのが台湾でのカトリック教会の始まりとされる。台湾ではプロテスタント、中でも長老派教会の宣教活動が多くの信徒を獲得する中、カトリックは極めて少数派だったが、20世紀後半に入ると中華人民共和国での宗教弾圧を逃れた。 外省人のカトリック信徒が多く台湾に移住した。現在は台北に広塚さ教区があり、高尾、台中、かよし、かれ新築、台南に市教区が置かれている。2014年現在の台湾における最高指導者は台北教区大司教鉱山川である。また台湾に得意な教派としてペンテコステ運動の影響で1917年北京で 朝礼制によって創設された新野蘇教会がある。台湾では極めて少数派であるが、正教会の選挙も行われている。法蔵院は辰山寺18世紀以降、観音を主審とする病が泉及び泉移民が入植した岩子が台湾に多く混流された。観音信仰に基づく岩子は、小州ではジャヤムアー、泉州ではガムアーと発音され、 本来は賛同を意味したが、後に山幹部に近い病を岩ごと称するようになった。1835年の昭華剣史には、昇仙南寺にいいで偉いはくいはと記録され、当時より寺院を意味する言葉として使用されていたことが伺い知れる。18世紀に台湾で流星した観音信仰により、多くの仏教教義が台湾に移入することになる。 1752年に混流された、柴山岩親1791年、宝蔵岩などがその時代を代表する寺院である。新朝統治時代になると岩子以外に、観音病に寺、宮、閣、道段、用などの名称も使用されるようになった。一般に、地主により混流された、大病を寺、村病を道と区分していた。その他18世紀後半に、 台湾道教あるいは、時教などの民間信仰による病の混流に、際しては、観音像を道教病に祀るなどされ、仏教、道教、儒教の融合が進行した。1895年に日本による台湾統治が始まると、国家神道が導入され、また台湾既存の仏教も日本の仏教の影響を受けることとなった。伝統的な寺院は、日本人に、 馴染みのある地蔵菩薩などの仏像を加え、また日本より各仏教派の寺院及び共同書が設けられた。1941年の調査で台湾の総人口は500万教、そのうち日本仏教として浄土新州、総統州、浄土州などを信仰する台湾人は8万人に達したとある。1945年太平洋戦争の終結により台湾は 国民政府により接収された。1950年代になると国境内戦と中国共産党が宗教を弾圧したことより大陸より多くの仏教関係者が台湾に逃れてきた。それまでの観論信仰から大乗仏教へと台湾の仏教の主流が変革した時代である。前、浄土教が大勢を占めた。現代の台湾仏教は 同京都の根校性を拝した、正信仏教として、禅宗を基軸として、会、ただし、絵の山岳を重視し、戒律と瞑想によって、真実を悟ることを求め、出家した僧侶は再退しない。経済の発展に加え政治的にも自由が増大した1980年代頃より、宗教性中心の伝統的な大乗仏教から、退居防止が掲げた人間性を重視し、 社会奉仕、教育、医療、災害支援などの社会活動に力を注ぐ人間仏教の影響を受けた門友集団の登場により、台湾の仏教徒の数は急激に増加の傾向をたどった。中でも新仏教の主たる担い手は、中台山のお門味覚法師、法鼓山の聖剣奉仕、仏皇山の聖雲奉仕、霊衆山の心道奉仕、 ジズミクドク会の赤資源法師のご団体であり、台湾仏教ご座山と称されている。1949年国民政府と共に、チベット仏教が台湾に渡来した。本格的に、チベット仏教の布教が始まったのは、1980年代からで、あり、カギュ派が、まず活動し、ニンマ派やサキャ派が続き、やがてゲルク派も伝来した。 ダライラマ14世も1997年、2001年、2009年に台湾を訪れている。ビパッサナー瞑想に対する関心の高まりから、ゆりやかながらも神座部仏教が浸透しつつあり、パーリゴ教典の看護役も進められている。神で創始され、1946年台湾に伝来した。 1950年から1951年かけて、中華人民共和国では、一貫道は反革命的な邪教とされ、組織は徹底的に弾圧、根絶された上に、新徒は国民党のスパイとして求断され、多くが殺害されたため、難を逃れた新徒は、香港へ逃避した。1954年、死母孫エミオが、香港から台湾に移住したため、 台湾で盛んに活動するようになった。ただし当時の台湾では宗教活動は制限されており、政府に公認されていたのは9つの宗教法人のみだったため、一貫堂は台湾各地にバラバラに潜伏して地下活動をしていた。そのため、基礎組、初一組、方向組、文化組、絵光組、思考組、上州組、金光組、後年組、 こう一組、名校組、安藤組、シニーハなどの多数の格派組が存在する。やがて、台湾の民主化とともに、思想、信仰の自由が進み、1987年1月に公式に解禁された。国民党とともに、中国大陸から移住してきた海賊によって、イスラム教も信仰されており、台北、高雄などに、精神寺が存在する。 台湾のムスリム組織として中国海峡協会がある。また、台湾人ではないものの在台湾のインドネシア人労働者によるイスラム信仰活動も無視できない規模となり、ハラールやサラートの扱いで台湾人社会と摩擦が生じている。儒家の大道思想と相通ずるとして当初は大道教と称された。現在はバハーイを恩赦して共栄公位教と 看護表記される。1954年イランの商人のスルマン夫妻が台湾を訪れ、台南にバハーイーセンターを設立した。1967年に台湾総会が設立され、1970年に法人化された。1897年日本より伝来し、台湾伝道庁が設立された。日本統治時代の終焉とともに、一度は、 不況が停止されたが、1967年に再開し、台湾民主化前の当時の宗教統制政策下でも、台湾政府が公認した宗教旧法人の一つとなった。九じ市。神と人の会話を表したもの間、進む首の服装台湾の民間信仰は、儒教、仏教、道教が融合したものであり、福建や関東からの移民を通して、河南地区より台湾にもたらされ、 台湾化したものである。台湾の同教徒の大多数が民間信仰と混同されており、先祖崇拝、不術、寄進、その他心霊及び動物崇拝が特徴となっている。台湾の民間信仰は多神教であり、地域性によって区分される。福建招集系の移民は、海西洋を信仰し、泉州道安系の移民は、野草大帝を、三友系は、 広沢尊王を、安慶系は、清水祖師、保義大部、保義尊王を、定州系は、抵抗古物を、八家、塩山系は、宮間国王をそれぞれ信仰している。このほか、旧聖主を意味する、恩守信仰もあり、赤雲長や八千中の一人領道、貧、総大の将軍である学費などが、採始対象となっている。 さらに、渡積信仰の原点上帝とと麻ソ、恩信信仰の大屋信仰や青山宮、死者の鬼神が神格化された、遊王公と義民や、民間の刑罰不該が神格化された矢花賞なども、信仰対象となっている。これ以外の宗教としてはサイエントロジーなどが存在している。信仰教、成長の家、立証構生会、総科学会、 幸福の科学などの日本を発祥とする宗教も活動している。原住民の間では21世紀初頭でも、なお伝統的なアニミズム信仰が行われている。ありがとうございます。